出会い、別れ、そして憧れ。ノートの片隅にそっと書き留めた小さな愛。キューティクルケアのシャンプーリンス、エッセンシャルがお送りするいつかどこかで。あなたは私のことをこう言うの。どんなお寝坊さんでもちゃんと起こしてくれる時計だよ。朝6時半になるとちゃんとご飯を炊いてくれる電気釜だよ。スイッチを押せば必ずお帰りなさいっていう自動ドアだよ。ベッドを温めてくれる布団乾燥機だよ。あなたにとって私はただそれだけ？ちょっぴり悲しくなっちゃう。それなのにあなたはまだ言うの。余計なことまで喋る休館長だよ。私とうとう涙だけど、僕を一番安らかにしてくれる、そして僕に愛をくれる大事な鳩だよ。私もっと涙。こんな眠れない夜に思うこと、それはあなたのこと。今頃何してるのかな。もう眠っちゃったのかな。お勉強してるのかもしれない。レコード聞いてるのかもしれない。もしかして同じように眠れなくて私のこと、なんて夢みたいなこと。夢の中であなたに会えるのなら今すぐにでもおやすみなさい。でも夢の中にあなたが出てこなかったら私嫌だから。ラジオのボリューム上げてクリマンの酔いの口でも聞きながらあなたのいる高校を目指してお勉強しよう。こんな眠れない夜に思うこと、それはあなたのこと。目覚まし時計、いつもより1時間も早く目を覚ます。でも本当はベルより早く目覚めていたの。なんたって今日はとっても大事な日。昨日学校の帰りに見つけたスズランの刺繍入りのハンカチを学生カバンのポケットに入れて、びっくりするくらい爽やかに朝の中に飛び出してしまった。藤沢発鎌倉行きの江ノ電はこの時間だとまだ1両編成。時速30キロはいつものテンポ。でも
今日の私にはなんだかこれちぐはぐで寝ぼけてるように感じてしまう。学校の一つ手前の駅で定期を差し出す。無人の駅だから車掌さんに見せるんだけど、あの人ったら不思議そうに念入りに私のパスと顔を見た。海に出る近道を抜け、海岸沿いに歩いていく。海の真ん中に大島が早起きして浮かんでる。七里ヶ浜に続く道に出て、左に坂を登ると学校。おっと、今朝は右向け右。階段をトトトと駆け下りる。朝の海は不愛想。白いブラウス、紺のスカート。ほら、今日もあなたとお揃いよ。こんな私の笑顔にも応えてくれる素振りもない。裸足で浜を駆け回り、息を切らして倒れ込む。ふと海がこっちを向いているような気がして振り向くと、たまにしか見せてくれないあの優しそうな顔をしてくれていた。海は進んで話しかけてはくれないけれど、今日は私強引にお話ししに来たんです。私は今日から17歳。心の中の私のページにこの日をしっかり残しておくために、今日は私どうしてもあなたとお話ししたかった。なのに一体今の私は、私勇気が欲しい。海よ、あなたはどうしてそんなにデンとしていられるの？どうしたらあなたのように大きくなれるの？あなたを見ていると、私ってとってもちっぽけ。こんな私の悩みなんて、それこそずっとちっぽけかしら。誕生日に私が一番欲しいもの、それは私が私にあげる、私の心へ私があげる。取り出して砂に敷いてひざまずき、両手を合わせて精一杯あなたを見つめ、いつもゆるになく甘い顔など決して見せないあなたと約束。大きな人になりますね。いや、いつもとはやっぱりね、一味違った浅上陽子さんのこのポエム、実はね、エピソードがありまして、予定では1月11日に録音、18日に写真撮影のはずだったんですけどね、15日にね、突然の入院で発売が危ぶまれちゃったんですけども、でもめでたく今月25日にコロンビアから発売されることになりました。いつだって素敵なあなたのことが気になり始めて6ヶ月。
私の片思いも続きました。ふっと窓の外を眺めるあなたが好きでした。さりげないあなたの笑顔がたまらなく好きでした。でもそんな片思いももうおしまい。そう、私たち卒業してしまうんです。冬が去って暖かい春が訪れる頃、あなたはもういないのです。でも寂しくなんかない、悲しくなんかない。一人ぽっちの思い出でもあなたを思い続けた6ヶ月楽しかった。あなたの幸せ心から祈ってます。きっと私卒業式には笑顔でさよならできます。きっと私笑顔であなたのこと忘れられます。きっと。のぶどう一つ、あなたの口へポーン。思い出帰る。あの頃は確かに私は少女だった。のぶどう一つ、あなたの口へポーン。優しさ帰る。あの頃は確かに淡い恋だった。そよぐ風の中で何の疑いも持たず、屈託のない笑いで時の中に埋もれてた。のぶどう一つ、私の口へポーン。ほろ苦い思い出よみがえる。のぶどう一つ、私の口へポーン。あなたの笑顔が浮かんでくる。明日私は嫁いで行きます。思い出はみんなリボンをかけてしまいます。でもこれだけは覚えておきましょう。確かに私は少女であったことを。はい、朗読は浅上陽子さんでした。お昼休みに校庭の隅のポプラの木の下であなたとお話しする時が一番好きでした。だから雨の日は一日中浮かぬ顔。いつかあなたは話してくれました。優しさの中で生きることはもっととも幸福なことだって。私ポプラの木の下のひとときが人生の最大の幸福に思えました。いつかあなたはこうも言いました。本当の優しさを持った人間はとっても強い人間なんだって。私そういうあなたが世界中で一番強い人間に思えました。でももうポプラの木の下の語らいはありません。卒業してしまった私だから。あなたは4月になったらまた生徒たちを集めてポプラの木の下でお話を始めるのでしょうね。高校へ行ってもあなたのような人はいるでしょうか。3年間たくさんのことを私に教えてくださったあなた、先生、ありがとう。朗読は浅上陽子さんでした。私、天国へ行った夢を見たの。私の体はふわーっと軽くなってお空の上へ飛んでいったの。まるでピーターパンみたい。
でもね、お空の上からあなたの後ろ姿が見えた時、いつものようにあなたを追いかけたの。でも追っても追ってもあなたは遠い。ね、待って待って、私の声は声にならず涙に曇って、あなたはだんだん遠くなる。待って待って待って。目を覚ました時、絶対天国なんか行きたくないって思ったのよ。そりゃピーターパンみたいにお空を飛べるのは楽しいけれど、あなたと一緒にいる方がもっと楽しいの。私の見た夢の話、あなたにしたら、私の頭を撫でて、あなたはにっこり笑ったの。朗読は浅上陽子さんでした。あなたのことを考えたら、お部屋がいっぱいになったの。でもそれは夢のかけらなの。集めても集めても理想にならない夢なのです。だから掃除機で吸い込んじゃったの、夢のかけらを。もしもあなたから声の頼りが来たら、何からお話ししようかな。私が毎日通う学校のことかな。それともちょっぴり背が高くなったことかな。それともそれとも心身にも春が訪れようとしていることかな。だけどやっぱり行っちゃうでしょうね。会いたいって、それっきり何にも言えなくなっちゃうかもしれない私です。朗読は浅上陽子さんでした。鉛筆を一本削りました。この一本の鉛筆にあなたへの思いを託してみましょう。でも書くことがいっぱいありすぎて鉛筆一本じゃ足りません。だけどあなたに伝えたいのはただ一言だけ、あなたが大好きです。タンポポの花を摘みました。このタンポポの花びらに私の思いを託しましょう。でも私の思いは限りなく、お花畑のタンポポを全部摘み取っても足りません。だけど花びら一枚、道内になったのかなっていう感じはするんだけどね。浅上さんうふって言ったまま、うん、こういうこともあるんだよね。うん、ごめんなさい。やあ兄弟、元気かい。俺の名前はソニー・ジルバッツ。忘れちゃいないだろうね。今度の相棒はあのケン・ノートン。まあメッセージを聞いてくれ。 Hey, become alive. Get outside. すごい挨拶じゃないか。頭に来てみろっていうのは3曲頭出し OK ってことかい。そう、ジルバップ WW は大出力で3曲頭出しができる凄腕さ。それじゃあ街へ出てみろっていうのは留守録音 OK のジルバップ RR のことってわけだ。洒落てるじゃないか相棒。新発売のジルバップ WW と RR、 こいつはマッチョな仲間に大受け間違いなし。それじゃあ最後に一言決めてくれるかい。 How macho。さすが相棒。値段はどちらも39,800円。ソニーから2つのジルバップ登場。ソニー This Flash Tonight First Music。
に出会った街角。元気？二人の口から同時に飛び出して思わず笑い出したあなたと私。ずっと昔からのお友達のようにすらすら言葉が出てくる。あの頃は一つ一つ言葉を探しながらお話ししたっけ。笑いかけるあなたにつられて私も笑顔。相変わらず酒とパチンコと麻雀だよとあなた。あなたと別れてから吸い始めたのよとタバコに火をつけ、なぜかほっと一息。二人の間には何にもなかったようにとってもハッピーな気持ちになれたの。どうしてかしら。別れ際に昔が嘘みたいねって言おうと思ったけれど、じゃねの一言で手を振った。私の恋物語、その裏話。ごめんなさい、何も隠すつもりはなかったの。だけど浮気な私はあなただけでは寂しすぎたの。眠れない夜はいつもあなたにそばにいてほしかったの。でもあなたとは週に1回会えるだけです。だから私、あなた以外の男性にうつつを抜かしていたんです。だってゴン太くんからとってもあったかくて優しいんです。お話はしてくれないけれど、いつだって私のそばにいてくれるんです。ごめんね、私あなたと同じくらいぬいぐるみのゴン太くんが大好きなの。彼の身長は141センチ、私の身長は156センチ。そう、15センチも違うの。私の方が高くっていつも思うの。ああ、これが反対だったらなって。だからお友達は兄弟みたいだとか飲みの夫婦だとか言うの。私そんなの聞かないふりをしてるけど、本当はやっぱり気になっちゃう。でもそんな悩みは飛んでっちゃった。だって彼ったら背の高さなんて関係ないんだよってそーっと私のおでこにキスしてくれたの。涙が出るほど嬉しかったけど、私思わずちょっとだけ膝曲げちゃった。この頃なぜ私があなたに冷たいか、あなたわかる？それはね、あなたがあまりにも男らしくないから。あなたは私より年上なのにいつも私に聞くの。
何かをするにもどうしようかね、どうしようか、デートをするにもどこ行こうかね、どこ行く、これじゃいくら私でも嫌なっちゃう。それを除けば何にも言うことはないあなたなのに優しすぎるのですよ。でも男の子は優しいだけじゃダメ、ちょっぴり強引なくらいが素敵なのよ。あなたは男の子で私より一つ年上なんですよ。あんまり男らしくなかったら私浮気しちゃうぞ。今日は片思いの人にいいことを教えてあげます。憧れの人に告白して成功する方法。まず告白する前に苦い苦いブラックコーヒーを飲むんです。普通はアメリカンでお砂糖2つの人もその日は特別に濃いコーヒーにするんです。そしてコーヒーを飲み終えたら甘い思いができますようにってお祈りするんです。さあいよいよ彼に告白。あのブラックコーヒーより苦い思いなんてあるはずない、そう思って告白するんです。そうするとあなたの思いはきっと憧れの彼に伝わるはずです。私は今彼と会う前にはいっつもブラックコーヒーを飲みます。だって彼と一緒にいるとき、と甘い思いができるんですもの。片思いのあなた、この方法で告白してみませんか？憧れの彼に。朗読は浅上陽子さんでした。出会い、別れ、そして憧れ。ノートの片隅にそっと書き留めた小さな愛。キューティクルケアのシャンプーリンエッセンシャルがお送りするいつかどこかで。公園で見かけた人、白いスーツが夏の光の中で眩しく吸い込まれそうな黒い瞳で微笑んでいた人、私は大好きなアイスクリームが溶けてゆくのも構わずいつまでもその人を見つめていました。2週間後、私は再びあの人に会いました。公園の近くの通り、あの人は男の人と腕を組み歩いていました。あの黒い瞳に見せられてはいけないと思ったのはそうなのです。あの人が
女性であったから。あれから1年半の時が流れました。その間何度もあの公園へ足を運んだけれど、二度とあの人に会うことはありませんでした。朗読はいつもは女の子っぽい浅上陽子さん、今日はね、今夜は特に女性っぽい浅上陽子さんでした。